ポンポン初公開で、まだ発表前ですけど、2店舗目見せましょうか。発表で言うとって、え、もうこれ発表しちゃってますよ、これ。これあんたのチャンネルだよ。発表で言うとって。これ動画回ってるよ。そう、大きい。どこにあるか当てるゲームする。あ、いいね。ここ。ここら辺です。正解を発表させていただきます。じゃあちょっと原宿っぽいもの買ってから行きますか。ヤンニョムチキンでいかが、じゃあ見てから決める。見てから決める、うん、私がよく買ってるのはあそこです。ヤンニョムチキンの気持ちじゃなかったとしたら違うかな。いや全然全然別に肯定しなくていいんだよ。いや全然全然、でもちょっと新大久保感だなって思って。マックする、全然いいです。マックマックもっと原宿っぽい。マック原宿っぽくない。マック原宿っぽくない。えどこら辺がっぽいですか。いやなんかザって感じしない。しないけどな。しない、しないな。マックとヤンニョムチキンだったらどっちがいい。原宿感。いや原宿感って今の気持ちでいいよ。ヤンニョムチキン。ヤンニョムでしょう。あ、ほんと。じゃあヤンニョム行きましょう。うわうまそうだな。あ、すごい。私は前回のたこ焼きもそうなんですけど、多分辛いもの弱くなってて、なってますね。あの通常のヤンニョムチキンですらかなり辛くて、はいはいはい、私普段こっち買うんですよ。あ、ハニー醤油、うん、カンジョン。こっち割と辛くなっちゃってて、もうすでに。あ、私は辛いのもう無理なんだ。うん、じゃあ辛いのいきますか。いきましょう、うん、まあそうだね、辛いのでいいんだけど。モッツァチェダーチーズ。いく。あ、それいきますか。これを大、うん、買ってまいりました。うまそう。あっちで食べましょう。モッツァ&チェダーチーズで。普通にうまそう。あ、うまいっすよ。レッツゴー。レッツゴー。そのわけで我々がたどり着いたのはユリアンの隣なんですよね。あっこっす。ちょうどにも扉が開いてる。この上に。坂田さんがいる。おー。行ってみますか。行ってみましょう。うん、あ、俺だからそれで言うと、まあ、それで言うと竹下にこういう T シャツとかを3人で買って歩きたいです。あ。夢？夢というか夢か。いや夢じゃねえよ。なんで提案しただけなんだけど。頑張って達成できたら叶えてあげていいよ。何の達成？何よ。目標を達成できたら。目標を達成。叶えてあげていいよ。オッケー。なんとかもう上から言われてるんだよ。やりましょう。あなたポンコツでしょ。あなたこれで決まりね。俺これ？これリオナリさんでしょ。あ、そうか。リオナリがポンコツだな。いいそうか。リオナリがポンコツで、私は何か分かる。バナナ。バナナ？関係なくね。ここじゃなくていいっすか。うん、なんか買おう。 T シャツを買ってさ、そういうのやりたいじゃん。夢。俺夢じゃねえ。なんで夢を教えてめっちゃビビった。あ、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お願いします。ここでーす。おー、坂田コンテ。あ、坂田さん。坂田さんこれマジで一人でやってるんですか。本当木材の仕入れ。それまで電気だけ1個つけたくて、ここにまずつきます。今ちょうど開通したところです。今ちょうど開通した。じゃあ初めて電気をつける。こっちの端っこのスイッチが電気つけさせていただきます。はい、参ります。おお。初めて電気灯った。おお。すげえ。ここです。ユニアより広いです。本当だ。確かに広い。このデザインは、私がハマってるワンピースの世界征服のロゴ。あー。え？これね、丸ガバメのね。あ、この丸ガバメ。後でちょっとググってみて。世界征服のロゴで。世界征服のロゴで。ワンピースハマってんすね。これ唐揚げ食う人初めてです。やった電気ついたのも初めてです。エアコンついたのも初めてです。やったって。今回は全工程特許してない。とりあえず言っとかないと。チーズが届けてるじゃん。チーズが届けてるじゃん。食べよう。はい、いただきまーす。すごっ。わあ。ちょっと固まっちゃった。ちょっとあれだね。チーズついてないじゃん。いただきます。いただきます。一生食えない。あ、うまい。うまいわ。あ、これはいい。
妖怪チーズ食いが出ました、ね、うん、大量にチーズ、うん、ビール飲んで、あー飲みたいですね、うん、妖怪チーズ食いだ、いやダメだ、これ妖怪チーズ食いになっちゃう、妖怪チーズ食いになっちゃう、いいですか、妖怪チーズ食い、チーズ単体ですけど、妖怪チーズ食い、妖怪チーズ食いだ、あー出た、うん、あーうわ、うまいチーズ、チーズうまいの、うまいチーズ痛い、チーズ込みがチーズ、チーズ、チーズ、妖怪チーズ食い、妖怪チーズ食い、うまいチーズ、あ俺妖怪チーズ食いになっちゃう、やめませんか、これくらい妖怪チーズ食いにしよう、妖怪チーズ食いだ、やばい、妖怪チーズ食いだ、大量のチーズを、ああ、あ、食べた、あ、あ、なんて言うんだろう。思ってるマジ聞こえなかった、何何入ってきて、言われてわけ聞こえなかった、何もう、もうすごくないですか、竹下通り沿いでなんだかピロリ、なんか何もないところで唐揚げ食ってるんですよ、確かにね、いつか思い出すんですね、お店ができた時にここ来て、あここでヤンニョムチキン食べたな、そう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 、佐賀さん木材仕入れたらもうここ木材でパンパンになりますから、なるほどね、うん、電気もなんだっけ、世界征服塔でしたっけなんで政党みたいなというか世界征服塔って誰も止めてほしくないですよ、何でしたっけ何のなんか見つけしてからだから目論見がバレバレして世界征服塔もうちょっとうまいことかぶってくださいよ、これから坂田さんは3週間ぐらいずっと工事業者やっとこがいいね工事業者やってます、高すぎて3週間工事、3週間坂田さん工事、あのシステム的に工事とかじゃなくて坂田さんの机の横にホワイトボードがあるんですけど、そこのホワイトボードにあの月曜日から金曜日まで誰が助っ人で来るかっていう名前が付いてる力仕事ができるやつの名前が公開なるほどね、あスケッター来るのか、あよかったよよかったよ、それは木材持てないからしてるじゃん、うん、村井さんもスケッター行くんですか、1人もいらないですもうちょっと言い方考えた方がいいそれは申し訳ない、忙しいかよって言えないんだから今はこと言った方がいいちょっとしっくらから一応行かないです見られ方考えた方がいいもうちょっと申し訳なさそうに言う、やっぱりボタンってもんなんやろ、やっぱりボタンってもんなんやろ、今の映画が印象悪すぎるさすがっすさすがっすね、そうっすね、社長っすもんね、そうっすね、そうです、飛び回ってます、社長は指示出す側だから、うん、もっと忙しいことあるんだろうね、そうそれお願いする側ですね、指示を出すっていう言い方ちょっと見え方が良くないいやいや恐る恐る、会議しますか、しましょうか、お世界征服会俺らも遠いんだったからできるわけね、世界征服、わかんねえだろ、やっていこうぜ、天下統一会議、天下統一会議、統一会議、本日の議題、リオナリック、はい、うん、まあ、幸運を、幸運を、間違えました、間違えました、今日この後どうするか、はい、あ、マジで、それ考えましょう、だけ、そうです、我々のロケは、本当にノープラン、うん、全く何も決めずにやってるんで、うん。この後何をするか全く決まってない、原宿っぽいことで言うと、うん、ベビータッピー、おーあります、やってるかどうか知らない、タピオカね、ベビータッピー、これ何それっぽい、知らないの、知らない、リオナリック説明してあげてから、ベビータッピー、ベビータッピーとはタピオカを持つじゃん、うん、ストロー持つじゃん、うん、ベビータッピー入ります、おーってことなんですよ、おーわかんないけどおーいは人それぞれだけど、おい、ベビータッピーだよ、おい、もう一人いない、いや、おい、まででしょ、そこまでするそれやめてくれ、リズムは良かったか、あ、スタッフが良かったこと、いや、スタッフが良かったかい、ベビータッピー提供の仕方は別に言ってないですよ、ベビータッピー言って、働かいーって、あー、いや、そうそうそう、もしかしてセルフ、ベビータッピー、自分でガスッとぶさして、それいい、また俺、ベビータッピーやったことないですよ、私もベビタッピーではやったことない、ね、タピオカならやったことある、ね、ベビタッピーではやったことない、ベビタッピーは行ったことない、ちょっと気になる、ベビタッピーありますよ、隣にね500円で食える美味しいラーメンあります、
それも何なんだ。え、モタブシ。ええ、少々です。そうそう、え、もらえてます。まあ、お昼ご飯食べてないんですよ。まあそうですね、朝ごはんも僕食べてなくて、うん、このロケで何かしら食べるだろうと思って抜いてきました。私も似てないです。じゃあお腹空いてますよね。いや、そんな空いてないですもうだって杏仁豆腐飲んだし、杏仁豆腐飲んで唐揚げ食べて、一度唐揚げ食べて満足。とラーメンがあるんでしょ。あの500円ぐらいで美味しいラーメンがあるんです。その道をもうちょっと行くとアフリがあるんですけど、アフリ行かなくても手前でなんか家系なんです。お、いいな。500円ね、家系かな。ん、んなんかっぽいやつなんで。したことあります。あるあるある。3回食べた。3回も食べた。3回食べた。家系、あれは多分家系という。3回食べてラーメンのジャンル分かんない。あれは多分家系。もしジャンルで食ってないだって家系って言ったら多分家系なんですよ。じゃあとりあえずベビータップ行ってみますか。お、じゃあ私の人生初ベビータップやねえと1回も言ってこない。おっさん3人で旅行行きますか。行きましょう。ベビータップしましょう。おねっやってね、店員さんにやるよ、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 で、やるよ、私、許諾もらうからね。いいっすよ、取っていいですか、許諾もらうから。おーい村井さんもやってるの。私やるね、関係ない。村井さんどうやってやるんですか。かっこいい。やってくださいよ。そうやれよ。そっちの方が恥ずかしい。そっちの方が恥ずかしい。恥ずかしくないよ。かっこいいよ。恥ずかしいでしょ。恥ずかしくない。リオネルは。え、リオネルは。ちょっとやっちゃう。はい、いや、ベビータピーよろしいですか。はい、はい、いきますよ。魔法をかけます。萌え萌えキューンからのベビータピー。はい、どうぞ。おいちょっと地獄の振り、地獄の振り変なの挟まってほしいから。なんで萌え萌えキューン今テンポで言ってたの。え、テンポでテンポで言うと崩されちゃった。なんでボケでもいい、ボケちゃうんだよ最悪。これはまさかもえもえ金みたいなもんだもんね、うん、だから大丈夫。あなたももえもえ金返しすればいいよ。デビタップみたいな。いや、もえもえ金はしてこねえわ。私からもえもえ金だよ。もえもえ金。なんでこれ。いや、俺が一番ひどいことになってる。じゃあ行きましょう。行きましょう。行きましょう。